皆さん、こんにちは。2023年9月9日、小松カントリークラブで行われた小松オープン2023の最終ラウンド。風が最大5メートル吹き、刻々と風向きも難しくなる中で、2位から出た久保勝美さんが4つスコアを伸ばして3打差を逆転し、小松オープンで優勝を飾ったのです。久保勝美さんは2015年金州シニア以来のシニア2勝目を挙げました。首位5打差5位でスタートした宮本勝正さんが67、飯島博明さんが66をマークし猛チャージしたのですが、久保勝美さんに1打及ばず2位に終わっています。前年覇者の深堀圭一郎さんは9位に終わっています。室田清さんが68ストローク、高橋克成さんが71ストロークで回り、勝成さんは第2ラウンドに続き本大会2度目のエイジシュートを達成しました。最終ラウンドはトップから7打差までの選手に1打のせめぎ合いが続いていたといいます。13アンダー首位スタートの崎山武史さんが前半スコアを伸ばせずにパーで足踏みが続いている一方、宮本勝正さんが5打差を追って前半で4つバーディーを取り1打差に迫ってきたのです。久保勝美さんは3打差を追って前半で2つ伸ばして、久保勝美さんは宮本勝正さんと並んで首位の崎山武史さんに1打差2位に追っていました。最終組が後半名物ホールの13番に入る頃、首位の崎山武史さんが変わらずパー更新を続けている間にリーダーズボードの上位が入れ替わります。飯島博明さんがバーディーを量産し始め、スタート時7打あった崎山武史さんとの差を一気に2打差まで詰め寄ってきました。さらに3アンダー3時期1位の柳沢慎介さんが7つのバーディーを奪取し猛チャージします。柳沢慎介さんが10アンダーまで伸ばし上位争いに加わっていました。注目の最終組は梶川武史さん、 IJ ジャンがスコアを伸ばせず優勝争いからは後退します。最終1組前の宮本勝正さんだけが後半14番までに2つのバーディーで確実にスコアを伸ばし、この時点で14アンダー逆転首位に立っていました。この14番ホールで首位を守っていた崎山武史さんに悲劇が起こります。ティーショットを OB に入れると打ち直したセカンドショットも OB へ吸い込まれました。崎山武史さんはなんと7オン2パットとなります。このホールだけで4オーバーにしてしまい首位陥落へ突き進むことになりました。同組の久保勝美さんは13番のティーショットを OB にしてダブルボギーだったこともあり、14番は安全にバーディーを取りに行くと、15番ではグリーン手前から30ヤードのパッティングが入っていました。本人も驚く連続バーディーでダブルボギーが帳消しになり、13アンダーで宮本勝正さんと首位に並んだのです。優勝争いのドラマはまだ続きました。宮本勝正さんが15、16番と連続ボギーを叩くのですが、17番パー4ではガードバンカーからチップインで取り返し13アンダーとなります。久保勝美さんは16、17番とパーで我慢を続け、18番パー5に勝負を持ち込むことにしました。18番宮本勝正さんのティーショットはフェアウェイを捉えられずにラフへ行きます。つま先上がりのライで5番ウッドを選んだのですが、右にプッシュしてもらい左のラフへ、3オン2パットでパーセーブとなりました。18番久保勝美さんのセカンドはグリーン手前49ヤードの距離に落とします。58度のウェッジから52度に持ち替え、足を使ってアプローチ、ピン 1.5 メートルにつけたウィニングパットを残すのみになりました。キャディさんとカップ右縁と呼んで、なんだかジャストタッチというか、なんか二度打ちみたいになっちゃってね、久々の優勝パットにしびれましたと本人もびっくり。まさかの逆転優勝と遂げたのです。グリーン脇にはシニアツアーの仲間がペットボトルを片手に笑顔で待ち構えていました。そして久保勝美さんは笑いあり涙ありのウォーターシャワーを味わっていました。優勝って本当にいいものです。これは先輩たちが築いてくれた大事なツアーなんだって改めて感じました。先輩後輩と良きライバルである大勢の仲間から祝福されて両手を挙げて喜びを爆発させていました。久保勝美さんは1962年9月30日生まれ、埼玉県の出身です。プロに転向したのは
1990年5月25日です。2009年チャレンジトーナメント暴走カントリーカップ優勝。2012年からシニアツアーに参戦しています。久保克美さんは2015年金州シニアで優勝して以来、2勝目のチャンスは数えきれないほどあったが、ほとんどが2位に終わっていました。ずるずるとこのまま賞金ランキングシード圏内狙いでいくのかなとかずっと考えていました。1年ごとに若手がシニア入りするし、飛距離やパッティングの精度は落ちるし、60歳は必死ですよ。1年でも長く試合出たいから、1円でも稼いでランキングに上乗せしたいってね。だから今回最終ラウンドではベスト10以内狙いだったから、まさか優勝だなんて、優勝にはもう縁がないって思っていましたと本音も覗かせながらインタビューに答えていました。本人曰く、アプローチに難があるんですよ。花道のフェアウェイは苦手なので、18番もセミラフからのアプローチだったから良かったと明かしていました。苦手なアプローチの回数を少なくしたいので、安全運転のゴルフ、それはティーショットをフェアウェイに置くこと、セカンドはグリーンのセンター狙いというマネジメントに徹していたというのです。さらに1年前に小松オープンで気づかされたといいます。それは何かといえば、ラインが読めていないパッティングに対しては時間をかけて乱視の矯正を始め、ボールにしっかりラインを描き、グリーン上では必ずピンを中心に一周することにしたそうです。それがこの1年で、しかもきっかけとなった小松オープンで成果が現れました。パターはよく練習していたからね、プレー後はパッティングの練習しかしないですし、気分転換にありえないラインとかを想定してよく遊んでパターに馴染むようにしていましたから、それがキーポイントで作戦でもありましたと述べているように、日々の努力を知っている人から見れば、今回の優勝はなるべくしてなったと指摘する人もいます。久保克美さんがコツコツと続けていたパッティングの練習は、安全運転のゴルフとうまくリンクして良い流れを生むことに成功したようです。今年の5月には60歳以上のプロゴルファーで競う関東プロゴルフグランドシニア選手権大会に出場し、久保克美さんは9アンダーノーボギープレーで嬉しい優勝を飾っています。僕が目指すのはノーボギープレー。今日は6バーディー1ダブルボギーだから、ある意味ノーボギーなんだけどねと自分に緩い合格点を挙げたようです。関東グランドでは崎山と一緒に回って僕が勝ったからね。崎山は今回こそってリベンジに燃えていたんだと思うけど、僕が勝ちました。同じだけ年を重ねているだけに、崎山とか清水、秋葉、田村っていう仲間の頑張りも刺激なんですよ。いつまでも仲間と競い合いたいと述べています。60歳のプロ仲間が久保克美さんの優勝を目の当たりにして自分のことのように喜び、こっそりと嬉し涙を流していたのが印象的でした。小松カントリークラブは久保克美さんが所属する埼玉の高根カントリークラブの丘陵コースに似ていることも相性の良いコースの理由だとしています。高根も小松も大好きなコース。高根では22歳からお世話になってからもう40年近くが経ちました。60歳を迎え定年のタイミングでもあるのですが、まだコースで雇用していただいてありがたいです。高根の会員皆様の応援が励みになりましたと、久保克美さんは所属するコースとの縁にも深く感謝しているようです。小松オープンに初出場した2014年に優勝副賞の小松健貴の写真を撮って所属コースに送ったんですよ。それ以来撮ってきてねと言われてて、今年はコースに大きなお土産ができましたと話しています。60歳という節目に久保克美さんはこれで一つ高根カントリークラブに恩が返せるのかもしれません。今年も白熱した小松の夏が無事に幕を閉じました。2023年9月14日にシニアゴルファー日本一を決める日本シニアオープンがスタートしますが、昨年大会2位の藤田博之さんが意気込みをコメントしています。8月のファンケルクラシックで優勝した同じ芹沢信夫さんを師匠とする同門宮本勝正さんを絶賛しました。シニアになって回る回数が増えてきて、その度にこいつには勝てねえなと感じる。ティーショットは飛ぶしアイアンも切れる。
皆さんロングゲームの宮本と思っているでしょうね。40代になってすごくショートゲームも練習して結果に出ている。粘り強いしパワーもある。今彼がシニアでナンバーワンじゃないですかね。強烈に強いと藤田博之さんは語りました。対して自分の調子に関しては、可もなく不可もなく、調子は悪くないけれどショットが思い通りにいっていない。今シーズン優勝争いがないのもちょっと残念なんですけどねとトーンダウンしています。昨年のことはほとんど忘れましたし、振り返ってもしょうがない。今年どういう結果を出せるかが大事であり、自分自身への挑戦と慎重に言葉を選んでいましたが、一方で小松オープンで優勝した久保克美さんを持ち出し、自らを奮い立たせてもいました。60歳で優勝だから感動すら覚えます。いいシーンを見させてもらいました。ゴルフは何が起きるかわからない。高橋克成さんも73歳で上手だし、先輩方のゴルフを見習いますとしています。いかがだったでしょうか。今回は久保克美さんの優勝への経過について紹介しました。粘り強さといえば、宮本勝正さん以上に藤田博之さんの1000倍特許。ラフが長いだけに、我慢大会になればなるほど藤田博之さんの存在がクローズアップされてくるといいます。大会自体の雰囲気にメジャー感があり、内側からやる気が出てくるものが少し感じられる。できるだけ上の位置で回ってこの大会を楽しみたいと、静かなる闘志を燃やして次への最終調整に汗を流していました。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。